皆さんこんにちは。本日はいよいよ12月14日からボートレース住之江でナイター開催される SG 第36回グランプリの直前企画として、 SG グランプリ直前レジェンドトークと題し、超ビッグなお二人のレジェンドレーサーに今年のグランプリの見どころや有力出場選手のエピソードを語っていただきます。どうぞ最後までご覧くださいませ。私は進行を務めます2021ミス日本グランプリの松井あさみです。どうぞよろしくお願いいたします。SG グランプリは毎年12月に行われる、その年の賞金王を決めるボートレース界最高峰のレースで、優勝賞金はなんと1億円です。すべてのボートレーサーの夢であり最大の目標となるレースです。それでは本日グランプリについて語っていただくお二人のレジェンドレーサーをご紹介します。まずお一人目は、第9回賞金王決定戦競争をはじめ SG 8勝 G1 30勝を記録、現在はスポーツニッポンの評論家を務めておられます中道義弘さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続いてお二人目は、ダービー3勝をはじめ SG 7勝 G1 48勝を記録、昨年惜しまれながら引退され、新設されたボートレース殿堂に第1号殿堂入りを果たされた今村豊さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日こちらにはスポニチの大中記者もおられますので、記者さんを交えてざっくばらんにお話できたらなと思っております。大中記者、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。松井さんといえば、お父さんが、グランプリ3度も勝たれているということで、はい、お父さん今回の収録のことは聞いてあります？あ、はい、そうですね、父も楽しみにしてYouTube を見ると言っていました。あ、はい、それはありがたいことで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして松井さんは、ミス日本のグランプリということで、はい、どんな活動を今されていますか？そうですね、例年であれば、例年のグランプリの方でありましたら、国内外問わず大きなイベントに出席をするのですが、やはり今年はコロナ禍ということで非常に制限された中での活動となっています。でもそれの中でも、そのコロナ禍だからこそのお仕事とかもいただくこともありますので、今できることを最大限にやっているという形です。あ、はい、分かりました。そしたら今日はよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。それではまず本題に入る前に、お互いのお二人のお互いの印象をお聞きしたいのですが、中道さんは現役時代から、今まで今村さんのことをどのように見ていらっしゃいましたでしょうか？そうですね、交際が広いんですよね。あ、例えばゴルファーにしても、プロ野球の楽天の選手にしても、で歌手の鳥羽さんも、うん、どんだけよう、ね、交際が広いなと思って。それと成績がいいときはよく喋るんですよ。これは確かな。そうなんですね。今村さんはいかがでしょうか？そうですね、私がデビューした当時はですね、もう本当に雲の上の存在で、はい、なかなかね、話もしづらかったんですけれども、まあ慣れてきまして、喋らせていただくようになってからはね、はい、本当に可愛がっていただきましたしね、はい、本当にありがたい存在ではありましたね。お二人にとってもやはりグランプリっていうのは特別なレースだったと思いますが、出場されたグランプリで特に思い出に残っていることはどんなことでしょうか？今村さん、どうぞよろしくお願いします。私はですね、デビューした当時はですね、なかったんですね、この大会が。で、そうですね、デビュー7、8年ぐらい経った時ですかね、賞金王っていう形でスタートしたんですけれども、はい、まあ、その賞金王に乗ることができまして、まあ、優勝戦にも乗りました。でその時ですね、賞金がもう破格な、当時3000万円なんですけど、破格でしたから、この大会をとにかく成功させなければいけない、
その気持ちでいっぱいで、もうスタートそのものがもうドキドキしたのを覚えてますね。まあ、これが一番私がこのグランプリ賞金王に対して一番思い出に残っていることですかね。なるほど、ありがとうございます。中道さんはいかがでしょうか。僕は今との今村君と反対にフライングもしてるし、でもねやっぱり上君とのデッドヒートがね、うん、一番懐かしく思ってるんですけど、毎年負けてるんで、もうスポニチ入って22年ですけど、今年放送したら22回負けて連続負けになる負けなさいよ、勝とうとか映してくれないんですよ。はい、第12レース賞金王決定戦、今スタートしました。まくり乗っていく2号艇野中、差し込んでいった、一周内マーク、トップ旋回は2号艇野中、さあ内側から5号艇北川が突っ張っていく、全速旋回は4号艇中道、停止に残るデスマッチか、2周第3マークを全速旋回か、2号艇野中突っ張っていく、4号艇中道先頭、4号艇中道1着でゴール、2着は大接戦2号艇3号艇。炭の絵の相性というか、ちょっと今村さんにはちょっとこれ結構のあれなんですけども、私はですね、確かに住之江さんではね、賞金王もちろんグランプリ優勝してないんですけれども、デビューした当時は逆に得意なレース場だったんですね。で、あ、そうです。で、得意っていうんがデビューして間なく住之江初出場の時も優勝戦に乗りまして、そのおかげでですね、笹川賞、今のオールスターファン投票でですね選んでいただいたっていうこともありましてね、本当に相性は良かったんですけれども、まあ年を重ねるに従ってやっぱり優勝してないんで、周りからは相性が悪いとか苦手意識があるとか言われるようになったんですけれども、僕はそこまでは嫌いではなかったですね。ただですね、特にこのグランプリっていうのは冬場にレースが開催されて、住之江っていうところは回転がすごく上がるんですね。その回転が上がるレース場でプロペラを合わせきれなかったなっていうのは本当に最後までありましたね。まあ、でももともとはもう好きだったっていう。そうですね、はい。なんかいつも、ね、引退される前ぐらいの時も住之江ではね、もう結果出てないからなんとかねなったらいいなっていつもねおっしゃってはったのが、そうですね、まあ、皆さんがね本当に逆に苦手なんじゃないかというふうに言われたんで、まあ、その辺はちょっと話を合わせてるところあったんですけれども、はい、そこまで嫌いではなかったんですけれどもね。一方で中道さんはね、SG 初めて勝たれたのも住之江なんで、はい、住之江でね賞金王も勝たれてるし、イメージはいいんじゃないですか。そうですね、ナルトの次に住之江で、3つ目が琵琶湖なんですけど、この思い出に残るのがこの SG 初優勝して12年ぶりに SG 取れた時に2人がワンツーだったんですよ、はい、これが懐かしいのさだらしょう。今村さん、これ覚えてあります？なんかそんなことあったような気がしますねただ中道さんがその12年ぶりとかいうのはちょっと分かってなかったですね。結構グランプがね明かれて、その12年間ね、うん、長かったと思うんですけども、まあ、選手をしてたらね誰もが ブランクありますよね。ちょっと間が空く時期ってあるんですよね。私も当然ありましたしね、うん、まあ、今年もね浜根谷選手が14年ぶりに、うん、ね、取られるということもあったんで、まあ、その辺はまたね後に聞かさせてもらいますけども、お父さんですね、はい、お父さんグランプリ3回勝たれてて、まあ、ミスター賞金王とも呼ばれてるんですけども、まあ、例えばグランプリの時期が近づくと、はい、ちょっとお家はピリピリするとかそんなのはなかったですか？いやでもやっぱりお家の空気っていうのはピリッとするものはありましたね。でもやっぱり父もそうなんですけども、全ての選手が1年間その賞金をグランプリに向かって一生懸命努力をしているので仕方がないことかなというふうにも私たちは思っていました。まあ
仕事ですもんね、はい、そうですね、やっぱりもうその時そのために全てをかけてやっているので仕方がないことだと、はい、思っています。はい、なんか怒られたとかそんなことですか？いや、そういうのはないですね。多分父が精神統一みたいに一人で集中をするスイッチが入るっていうような感覚ですね。私たちに当たるとかそういうのは全くなく、はい、さすがイケメンの。いや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 、全然です。中見さんはどうでした？グランプリ前とかだったら。そんなにもね、ただ乗れたちゅうことが嬉しいで、あとはもう行って結果だけですからね。何取ったろう取れるやこんなんはちょっとないですよね。うん、今村さんはどうでしょう、グランプリの戦前前とか。いや、僕はもうほぼ普段と変わらずですね。で、グランプリ賞金王っていうのはですね、一種の僕の中ではお祭りみたいに感じててですね、結局デビューした時にこの大会がなかったので、どうしてもそのおまけって言ったら何なんですけど、そういう捉え方しちゃったんで最初に。ただ優勝したいという気持ちはありました。残念ながら優勝はしてませんけど。ですから特別力が入ったっていうこともないですし、普段通りにやってはいましたけれどもね。うん、ちょっと今なんかこんな写真が懐かしいですね。もうとても懐かしいですね。これは何歳の時ですかね。私が何年前でしょうか。2回目の賞金王で。そうですよね。すごいの。どちらに。私はピンクのスカ、一番右です。父に手を持たれてる、はい、が私です。恥ずかしいです。ありがとうございます、はい、そのもありがとうございます。ここまでレジェンドレーサーのお二人にグランプリの思い出を語っていただきました。次回はお二人に今年の SG を振り返っていただきます。はい、すいません、何回も出だし失敗して申し訳ないです。何でも撮っとんやな写真。すごい、いや懐かしすぎてびっくりしました。そうですね、はい、サイドで見てて、はい。